こんにちは。まあ手厳しい記事がね、まあバンバン出てるな、バンバン。バン出てますよ。これババンババンバンバンだよ。懐かしい。豊さんも壊れてきたな。いや壊れてきた。大丈夫ですか。はい、これは9月6日、阪神と中日の、まあ、首位と最下位の戦いだったんですけれども、はいはい、その首位と最下位の現在地を表した一戦、抜け目ない走塁で勝った阪神、一方走塁ミスで小笠原を見殺しにした中日、勝敗を分けたポイント走塁ということで、はい、これデイリーが載っけてるんですけれども、これでもまあでもね、阪神の走塁っていうのは、はい、まあ、1点を取ったシーンだと思うんだけども、そうです、中日の方はそうかって、走塁、まあ、確かに意識の問題は確かにあるけどもね、はい、まあ、それを勝敗を分けたって言われると次が絶対打ったっていうことじゃない。そうですね、まあ、そういうことでもないけど、ね、まあ、だけど、はい、まあ、その日は森下1番から小野寺に変えてて、そうです、で1番の小野寺がヒットを打って、中野が珍しく送ったんだよね。そうなんですよ、ここもすごいと思うんだけど、初回からでしたね。そうそう、で森下が三遊間を取った。そうです、でこれは、これね、で大島選手が打球グラブを収めた瞬間、そんな深い位置じゃなくてちょっと前の方だったんですよね。サードコーチャーの判断として、はい、セカンドランナーがサードベースを踏むか、うん、レフトとが取るか同時だったら回すんだよね。でもちょっとでも遅れたと思ったら回せないんだよ。やっぱ止めた方が得策なんだよ、タイミング的に、うん、藤本かっこよかったな。回しましたね。違う回したんじゃないんだよ、その前に話聞けよお前。何かあったんですか。いやこうやって見てて、はい、大島が取る位置と、はい、ランナーがこう入ってくる位置を体をこうかぶせて見てた。でも小野寺がちょっと遅れてるんだよ。でも小野寺の入り方が良かったんだ、ベースに。それを見てそっから回したから。あ、そう、あれはね、サードコーチャーとしたらね、しびれるかっこよさだったよ。もうね、あれをね、スロー動画にしてコマーシャルなんか使えるよ。この一瞬の判断がとか言って。なるほど。はい、提供しますから。提供しますから。いや、本当に。そうだったんですね。いや、それと、やっぱね、大島の肩っていうのも、うんうん、藤本は分かっていて、はい、取った、小野寺がついたぐらいの感じなんだよ。絶妙ですよね。でこうやって引っ張ってきてターンと回したからかっこよかった。あれがコンマ何秒でも遅れたら止めてたよ藤本。そうなんです、ね、そこまで決めてなかったから回す回さないよ。あ、かっこよくなったな、サードコーチャーとして。あ、いやすごいよ。なんかサードコーチャー身寄りに尽きるというか、サードコーチャーやったことじゃな ないやじゃないとわからないんだよ、うん、ドキドキしてるから本当に初回でも初回から冒険するようなことってなかなかないんだけどさ、うん、そうですよね。まあでも先に取れる時に取っとけっていう判断と、はい、それが決勝点になるわけだから結局なりましたからね、隅位置で。でまあ相手投手が小笠原投手だった、だからやっぱり初回からやっぱりああやって確実に、だからもう接戦になるよっていうようなことをもう言い伝えてたんじゃない。また小野寺も早いスタート良かったですよね。すごい。だタイミングとしてはやっぱりあの一応立浪監督はリクエストっていう風な感じで初回から来ましたし、その大島選手が返球してきたその場所もいい位置にはあったんですよね、まあ、そう際どいところには。でもいい位置とは言えない。あ、そうなんですか。もうちょっとどっちよりいい位置は、うん、サードベース寄りの、これがベースだとしたら、はい、ホームベースだとしたら、うん、サードベースよりのここら辺に投げてほしい。そしたらベースに着く前にタッチができる。なるほど。だから、ね、最近ねメジャーの野球を見てると、はい、やっぱ投げてるところが違うよ、うん、盗塁でも、はい、これね動画で出してるんだけどさ、はい、誰も参考にしてくれない見てほしいですね。でもそれは本当にセカンドベースがこっちから盗塁してくる、ここに投げないとアウトになんないんだよ今の野球って。そうですね。ここでタッチをしようとしてたら、うん、全部足が入れられるんだ、うん、いや入れる前にここに少しクロスに斜めに投げる感じで、うん、パーンとタッチしないとアウトになんない、うん、リクエスト全部される、そう全部セーフ。だそれも本塁にも言えるってことなんですね。だ本塁でも言えるんだよ。だからここは本塁だったら、まあ、三塁がこうあって、はい、こうあってここに投げない、ホームベースもうちょっとそれたら位置じゃないと全部セーフ。そこなんですね、投げる位置っていうのは。だからもうそれは動画でも前から言ってるんだけど誰かその動画をねさらにピックアップしてほしいですよね。まあまあそういうことでね、はい、まあでもサードコーチャー藤本の判断、うん、これは
まあ、見事だったな。藤本コーチの談話、勇気を持って回せたというか、まあ、小野寺選手のスタートが良かったからだよなんていう。いや君の判断だよ。ああでも確かにね、はい、走ってくるランナーが決めてたら回せないんだよ。こうやって見ながら、あこれは止められるとか気持ちの中で思った瞬間に足が緩むから、足が緩んだ瞬間サードコーチだって分かるんだよ。でそこからスピード上げるとは言えないタイミングだったから、うん、小野寺も立派だったな。全力で帰る気で来てたから、だから判断が効いたんだと思う。あれはあのその2人が紡ぎ出したあの1点ということになりますよ、ね、いい言葉だったね、紡ぎ出した、うん、はい、いや本当その通り。そうですね、はい、で一方で中日、はい、対照的だったんですけれども、1点を追いかけた4回ワンアウト1塁、石川選手が左中間にライナー性の打球を運んだんですよ、はい、で処理に動いたのはセンターの小野寺選手ではなくレフトのノイジー、はい、で2塁に送球するにしても3塁に送球するにしても反転する必要がある捕球体制だった。しかし1塁走者の細川選手は2塁を回ったところで止まっちゃった。本来だったらサードまで行けたんじゃないかというまず走塁ミスですよね。プラス、まあ、それは良しとしても1、2塁にチャンス広がりました。カリステがここです、右翼の後方に、あそこな、はい、飛球を放ちました。で、まあ、森下選手のところに行ったんですけれども、細川選手はベース前でギリギリ取ったもんな。そうです、はい、超えると思ったのだろうか、ハーフウェイで打球を見つめていて捕球寸前に2塁に戻ったため3塁にタッチアップすることができず、1塁ベンチの立浪監督は呆然と立ち尽くしていたと。もしかしたら同点に追いつけたかもしれない貴重な1点になったかもしれなかったはずなのに。すみません、 DNA を教えてませんでしたかも、まあ、かもわからないんだけども、いやただその1、3塁になって、はい、まあ、ワンアウトだったから、はい、まあ、そのタッチアップして行く行かないっていうのは、まあ、チームごとであるんだよね。ノーアウトは絶対タッチアップして行けっていうこともあるし、ワンアウトだったらハーフウェイを大きくして、フェンスが当たるかもわからないから、そしたらもう帰れるように準備しろっていうチームはあるんだよ。でも全部やっぱり打球判断で行けるものは行けっていう、まあ、中日はそういう方針になったんだろうね、うん、はい、でやっぱり立浪監督も試合後あの走塁についてやっぱミスだと。で才木が投げてたから、はい、その才木の、まあ、一三塁になってくると、はい、やっぱりいやらしいよね、一塁ランナーが走るんじゃないかとか、はい、あ、まあ、そういうことで神経も多く使うし、才木のその配球が変わってきたと思うんだよ。基本まっすぐフォークのピッチャーだから、はい、あのサードに行くとフォークが使いにくいっていうね、1対0で勝ってる状況の中で叩きつけることもできないし、まあ、そうなってくると浮いてくる可能性もあったしね、うん、だからそれがやっぱりチームワークなんだよね。うん、その一つ塁を先に行くということがやっぱ相手の配球も変えてしまうっていうぐらいのその一つのチームワークなんだよ。打ちやすい状況を作ってやるというね、うん、だからタッチアップするしないというよりもそういうことに欠落を感じたということなんじゃないの。うん、そういうことなんですかね、まあ、今年から本当に出ずっぱりで細川なんかはね、うん、まあ、やってるけども、まあ、そういうことも勉強だよね。今までそんな塁に出てもさ、はい、ダイソーみたいな、うん、まあ、そういうことだったので、まあ、レギュラーというのはそこまで細心に注意を払いながらやっぱプレーしなきゃいけないし、はい、でね、チームが状態悪いとやっぱ消極的にそういう走塁で消極的になる人間とアホみたいにイノシシみたいに積極的になるやつがいるわけよそうなんですよね。実はこの試合もう一個ありまして、まあ、これはファンの中でもいろいろ、いや積極的走塁だからいいんだよという人もいれば、いやこのカウントで1点差でそれはまずいよという方もいるのが、6回ノーアウト1塁で細川選手がフルカウントからフォアボールを選んで投球、その投球がワンバンとなったんですね、はい、阪神の坂本選手がそれを補給できずに1塁のベンチ方向に、それていきました。でこれを見て1塁走者だった岡林選手が迷わず2塁を蹴って、さらに一気に3塁を狙ったんですがタッチアウト。立浪監督がすかさずリクエストを要求したが判定は変わらず、スタンドのため息はさらに大きくなり、結果として7回1失点と粘った小笠原投手を見殺しにしてしまった。これノーアウト1塁という場面でした。これはそのサードまでじゃあ何してって、うん、負けてると、はい、まあ、だけどアウトになったらバカ野郎だし、セーフになったらまあ素晴らしいっていうことになるから、これは紙一重、リクエストを出すぐらいの紙一重だから、はい、まあ、こう岡林がいけるというね、判断をしたっていうのはもうそれは仕方ない、仕方ないけどもやっぱセーフにならなきゃいけないというね。だからまあ止まった方が良かったのか走った方が良かったのか、
ね、これはアウトになったんだから走っちゃいけなかったんだよ、あとこれアウトカウントにもやっぱりよるものってありますか？まあまあゲーム展開とかね、うん、まあそういうことを考えるとやっぱ止まるべきだと思うよ、うん、で自重するというか、はい、で次のチャンス、まあ、ノーアウト 1-2 塁、はい、次4番か、そうですね、うん、まあ、どっちにしても点が入ってないだろうな分かんないですね。いやいや、これで4番にバントをさせるぐらいの気持ちがあれば、俺は可能性としたらあると思うよ、あると思うけど、打たしていくようではやっぱ最近意外と良かったからね、昨日というか投げた時がね、そういう意味では何もしないんじゃ、うん、なかなか点にはなってないだろうなっていう、まあそれも岡林の頭の中で何もしないんだったらもう俺が走っちゃうって、そしたら外野ぐらいで1点取れるじゃないか、同点じゃないか、うん、まあ、それも考えたくもわかんないね。まあそうですね、逆にね、うん、普通だから、普通例えば頼りのある4番だったら、はい、いや4番の前だから自重しようとか思うかもわかんないけど、うんうん、だから走らないと、例えば送りバントなんかないって思ったら、まあそこまでこう考えてはないと思うけど、はい、走っちゃったのかなっていうふうには思うよね。そうですね、いやだからまあアウトカウントだったり1点差、まあ、1点差を追いかけるやっぱり中盤後半に入ってくる6回っていうことも含めて、じゃあまあね、あの走塁結果的にやっぱりアウトになってしまったら、まあ、アウトになってしまったら、ね、うん、叩かれてしょうがないよ、そうです、ね、これはしょうがないっていうことでは済まされない、うん、アウトになったらあれだけど、積極性はね、まあ、なくさないでほしいし、まあ、判断は間違わないでほしいということだよね。そうですよね、まあ、結果としてやっぱ小野寺選手はこう走って判断いけると思ってセーフになったから、コーチャーとの信頼というか連携だから、はい、連携プレーだから、うん、でもあれは岡林は単独だから、単独ですね、あと細川は、うん、すいませんでした教えてませんでしたみたいな謝るしかないっていう、OB としてでもそうやって配球を変えてしまうという一つの類をね、先行くと、だからまあそこら辺では状況的には全然変わった局面をね、迎えることはできただろう。そうですね、だからやっぱりその今首位にいて強い阪神と、やっぱりだからといって弱いとは言ってないんですけど、やっぱり最下位にいるチームの何、弱いじゃん、いや弱い、なんではっきり言わないんだいや強くなりつつあるそのいや最下位は弱いんだよ、まあ、そうですね、最下位弱いから最下位になってんだ、確かに、うん、そんなことで言われたからってそんなことどうも思わない、そうですね、そう思う方がおかしいんだ、じゃあ勝てよっていうことになるでしょ、そうですね、だからそのやっぱチームの状態を表したやっぱりその走塁だったのかなっていうふうに、まあそうだね、ファンの間では、まあ、ただね、チームの状態がいい時って何やってもうまくいくって、うん、まあ、じゃないと強くないよね、はい、うん、本当に 何をやってもうまくいく、まあ、それには計算されてることもたくさんあるけども、うん、だけど弱いチームね、強くなりつつあれチームチームはやっぱ焦りだとか、うん、なんとかこう先の塁を狙って、うん、まあ、岡林なんか外野フライで なんとか助けてやりたいとかね、小笠原を、まあ、そういうふうに思うもんだよ、焦りが出てきたりだとかさ、はい、で逆に言えば消極的になる人間もいるし、でも強いチームっていうのは基本積極的だよね、そうですね、うん、マイナス思考にはならない、うん、ポジティブ思考でいくから、だから成功するという物事がね、だから細川はもう教えませんでしたみたいな感じですそうですよねでも阪神ももちろん今シーズンのゲームの中で、例えば走塁のミスだったりとかもあった中で、やっぱそういうのをした後にどういうふうにじゃあコーチとか修正してくるかっていう、でもこれはね、判断だから何回も何回もやっぱりやるしかないし、うん、やっぱあれは岡林の良さだからね、あれが積極的な、だから攻めらんないよ、うん、でも今度は成功しようなっていう風な感じしかないよね、うん、そうですよね、あれで足が止まってしまえばさ、うん、ただ状況的には、まあ、走らなくてもよかったよ、うん、みたいな、そういう状況説明をしながら、ね、そうですね、まあ、やっていくしかないし、一つの失敗を失敗に終わらせるのではなくて、じゃあ次どうやって生かすか、どういうふうにすればいいかっていうのもやっぱりこうチーム作りには必要ですよね。あれ坂本に聞いた話、うん、岡林が走るだろうなと思って、はい、少し緩めながら走ったら取りに行ったらしい。本当ですか？嘘だよでもそんなことができたすごいよな。それイチローさんが
メジャーの時やってましたよね、わざとっていうのは。わざともうセカンドに止まろうとするような状態で、そこから加速する、加速するとか、逆のパターンで野手の時に投げる時もわざと取りに行くのを油断させ、こう油断させといて刺すとか、そういう風に考えられるようになってきたらまたすごいですね。いや面白いよね。それが失敗、ことごとく失敗したらね、いつも叩かれますね。叩かれる、はい、はい